皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、動画を出してると結構いろんな方から言っていただける私のこの歯についてお話ししていこうと思います。動画出してると歯白いですねって言っていただけるんですが、まあ、実際私ホワイトニングはですね、言ってます。でも言ってるとしても3ヶ月に1回か4ヶ月に1回くらい、ホワイトニングしに歯医者さんに行ってますが、やっぱりでも正直白くなるためには絶対それは必要です。ですがそれ以外に、黄色くならないようにね、戻らないように家でできるホームケア、一緒ですね、ホームケアをちょっとご紹介していこうと思います。私自身そのホワイトニングに行く前は歯磨き粉でどうにか白くならないかなとかっていう風にいろいろ研究してて、で今実際使ってる歯磨き粉が今まで出会ってきた歯磨き粉の中で一番、まあ、白くなるというか、歯医者さんに行ってホワイトニングした後のその持続っていうのが一番長くなる。でちょっとした極みっていうのも取れるのはこの歯磨き粉じゃないかなっていうのと、あとは歯ブラシめちゃくちゃ大事です。歯ブラシも最近使い始めた歯ブラシがすごくいいので、ちょっとそういうのもいろいろご紹介していこうと思います。実際歯を白くするためにはやっぱり歯医者さんに行くのが一番です。歯磨き粉で黄色から白になることっていうのは基本的にないと私は思っています。私いろんなことを試しました。家でできる海外製品のホワイトニングのやつとかも照射してねやるやつとかもやりましたけど、まあ、そんなんやってるようだったら絶対歯医者さんに行った方が早いです。ホワイトニングもそうなんですけど、茶渋取りとかクリーニングしてもらったり歯石取りしてもらうだけでも全然違います。で実際私がホワイトニングに行く前がこの歯の黄ばみになりますね。やっぱり行くとしたら早く行っておかないと、実際問題その白くなるまでの時間っていうのが長くなっちゃうので、マスクしてると特にどん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 歯の黄ばみっていうのが進行してくるので、その意識しなくなっちゃうのでね。なので今歯医者さんぜひクリーニングだけでもいいし、ホワイトニング行ってください。おすすめの、まず歯医者さん、私が行ってたホワイトニングの店舗なんですが、ホワイトエッセンスっていうところに行ってました。田舎なのでね、ホワイトニングするところがないので、全国展開してるそのホワイトエッセンスが一つの歯医者さんに入ってたのでそこに行きました。で全国展開してるのもあって、結構いろんな地域にもありますし、値段も全然っていうか一般的な価格だと思います。そこで販売してる歯磨き粉、別に案件でも何でもないんですが、マジでこれ使ってよかったなって思うのが、こちらですね。こちらですねって見えないけど、普段から本当に使ってるんですが、これに出会うまでは私の中でこう日本の製品でね、歯磨き粉何がいいかなって思って一番使ってたのピュオーラなんです。ピュオーラの高いやつ、ピュオーラの高いやつが個人的にはちょっと白くなるかなって思って使ってました。じゃん、ホワイトエッセンスから出てる歯磨き粉なんですけど、ホワイトエッセンスだけで買えるわけじゃなく、ネットでも買えます。リンクをね、概要欄の方に貼っておくのでぜひ買ってほしいんですけど、この歯磨き粉色がピンクと青があるんですが、私は基本的にピンクの方がおすすめです。サンゴパウダーっていうのが入ってるんですよね。名の通りサンゴをこう粉末状にしたやつで、それでちょっとこう磨いてる時に研磨してくれる、だから汚れが落ちる。で実際このサンゴパウダーが入ってるこの歯磨き粉はホワイトエッセンスで歯のクリーニングをしてもらう時もそのサンゴパウダーを使うので、なんかほぼ同じものを使ってるような感覚で、私はこの歯磨き粉を使ってます。で1個2100、 Amazon ですとこの1個2178円なんですが、これをなんか実際高いっていう、まあ確かに歯磨き粉の中からしてみたら高いですけど、でも一瞬でなくなるわけじゃなくて、まあ一人で使うのって多分半年くらいは持つと思うので、そう思えばすごい私は歯がそれで白く維持できるのであればコスパいいんじゃないかなと思っています。はい、なのでおすすめの歯磨き粉はこのホワイトエッセンスのピンクです。
ぜひ皆さん買ってみてください。まあ、普通に歯ブラシでこう磨いて使ってたんですが、最近誕生日でね、欲しいものリストで Amazon で公開した中で視聴者さんというかフォロワーさんから買っていただいたものがこちらですね。じゃん。はい、このプラザって読むのかな、プラザっていう歯ブラシがめちゃくちゃ良かったです。このプラザなんですけど、横にこうやってケースがついてるんですよね。でこのケースが何かっていうと、この歯ブラシがここに収納できて、でこんな感じで青く中が光ってるのが分かりますか。これが歯ブラシの UV 除菌をしてくれるそうなんです。実際やっぱり磨いた後の歯ブラシって洗っても綺麗ではないじゃないですか。だからそれをこうやって除菌してくれることで、より清潔に歯ブラシがね保てるっていうので、私はいいなと思いました。これも Amazon のリンクがあるので貼っておくんですけど、昔電動歯ブラシを使った時になんかすごいガタ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 みたいな、ああみたいな感じで、全然磨かれてる感じがしなくて好きじゃなくて、やっぱりこう手でこうやってしたいなって思って結構遠ざかってたんですが、この UV 除菌のやつが欲しすぎてこの歯ブラシを買ってもらった時に、音波ブラシって全然違うなって思いました。昔の電動歯ブラシに比べて。でこれ4パターンモードがあります。1パターン目がクリーンモード、2パターン目がソフトモード、3パターン目が美白ホワイトニングモードで、4パターン目が歯茎ケアマッサージモードなんです。でやっぱりこの歯周病とか歯槽膿漏とか、まあ、そういうのも含めてやっぱり歯茎が健康じゃないと良くないので、この歯茎ケアモードで歯ブラシでこうマッサージしてあげるとめちゃくちゃ気持ちいい。でその本当の使い方かどうかがわからないんだけど、この歯ブラシこの裏にねこのブツブツがあるのわかります。このブツブツが私はベロ掃除にめっちゃ適してるなって思って、この振動モード使ってベロをこうやってってするとすごいベロも綺麗になるんです。私毎朝納豆ご飯食べるんですけど、納豆ご飯食べた後って歯磨いてもなんかお口の中気持ち良くないなってなるじゃないですか。でもこのベロをちゃんとって洗ってあげるとその納豆臭さっていうのもなくなりますだから本当にこのハム、まあ別に UV 除菌のやつを気にしなきゃ別にいらないよっていう方は普通に音波ブラシっていうのを買っていただいて、ホワイトエッセンスのこちらも買っていただいたらお口のケアいいんじゃないかなって思います。でそれプラスやっぱりこの歯間ブラシですね。私もたまにしかやらないんですけど、やっぱり歯間ブラシすると全然違いますし、歯間ブラシした後のさこのなんかここ溜まってるとすごい歯石臭というか歯臭いんだよね歯臭いっていうか、だからやっぱりその歯石があの口臭をより悪くしてる原因の一つでもあるので、やっぱり歯間ブラシっていうのもできるのであればやっぱりやった方がいい。であともう一つ、よいしょ、こちらね、私は紫おすすめですけど、リステリンもやっぱりおすすめです。やっぱこれをクチュクチュペーした後のした後としない日の寝起き、寝起きなんて全然違うし、まあ、朝晩っては書いてありますが、私は寝る前だけまずやってます。やっぱこのリステリン絶対おすすめ。まあこんな感じでですね、歯白くしたいんだから絶対歯医者さんの方、歯医者さんとかホワイトニングはまず行った方がいい。でも私そんなに回数は計照射で言ったらね5回か6回くらいしか行ってないです。であと基本的には3ヶ月に1回歯のクリーニングに行ってます。でその歯の中の菌っていうのも顕微鏡で見れるんですけど、こんなにやっぱこんなに菌っているんだな、普段菌ってこんなに口の中に常にいるもんなんだなって思ったら、やっぱ歯ってきれいにして、口の中ってきれいにしておかなきゃいけないなと思いました。でそのホワイトニング
通うの大変だっていう方はホームホワイトニングもおすすめです。実際この照射のホワイトニングっていうのは表面だけをこう綺麗にしてくれるもので、もっと根からというかね、歯自体のその中にある沈着した色っていうのはやっぱりホームホワイトニングとかで結構じっくりやっていかないとなかなか戻りが早かったりもします。はい、こんな感じでね、肩取ってこれでホワイトニングします。まあ毎日じゃなくても、まあ1週間に、まあ、1回とか2回とかつけて、最高2時間までなんですけどつけて、まあ、家の中で過ごすとかっていうのがね、やった方が歯の白さの持続っていうのはすると思います。まあ、こんな感じで私の歯がこうどう保たれてるかっていうのをやりました。全面、ちょっと全面じゃなくて私はこの見える範囲でやってるので、奥歯とかはねちょっとここまで白くはないんですけど、でもやっぱりこう笑った時にね歯白いと今マスクのあれでなかなか見えないですけど、でもマスクを取った時にやっぱり歯が白いと印象っていうのはより良くなるんじゃないかなと個人的には思うので、あと歯の白さもそうなんですけど、歯周病っていうところですね、その歯周病からもたらすいろんな病気っていうのもあります。なので、歯茎の健康、口の中の健康っていうのはとても大切だと思います。皆さんぜひ歯に気を使ってください。で、次回はなんか歯並びいいねっても言われるんですけど、実際その下の歯がちょっとずれてるんですよね。生えて出れてるので、ちょっとやっぱり気になってきたんです。どんどんちょっとなんかデレが進んでたので気になってきて、矯正のカウンセリングに行ってきました。ちょっとその話を次回していこうと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、ということで、こんな感じでこの動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。